はい、どうも、西田です。しげのりじです。立て替えてフリーキックシュート対決フリーキックシュート対決立て替えてフリーキック対決キーゴ今おらんやん。はい、その間に驚かせちゃおうよと今練習しないと立て回転蹴れるようにならないって言ってましたか。はい、仮免許持ってるんだっけ。仮免許ギリ持ってます。俺まだ仮免も落ちたからさ仮免落ちてあんま聞かへんけど仮免取れなかったんだよね、うん、本面に行くための試験の練習をしますか。うん、だから俺は今まだ路上じゃなくて教習所内をぐるぐるしてると。ぐるぐるしてるまだねSG とかやってる。 SG クランクね。ということで、縦回転をやっていきます。まあ、第1回、はい、第2回まだ見てない方は見てください。はい、縦回転ほんまに難しいっす。内転壊れるので良い子は本数を決めてやってください。はい、頑張っていきましょう。練習してからやろ最初。オッケー、練習も大事だからやっぱ。今日縦回転先生いないんですけどね、ポイントだけおさらいします。はい、軸足はここじゃなくてちょっと後ろ。はい、これが一番最後。この前仮面テスト落ちた後に先生のアドバイスでこれだけ意識したらマジで蹴れるようになったんだよ。で蹴る位置は親指の付け根、はい、で上に蹴り上げるイメージ。スローでやると後ろ浮く親指の付けですね。上がってくるときに捉えるイメージ。この3点を意識するということで。はい、俺らが前やったやつ仮面の試験って少年やゴールだ。今日の方が低いんじゃない。今日はちょい低いな、うん、じゃあこいつ越えれなかったらもうきついよね。きつい、きついあんまりひどいの蹴ってると普通の先生見てるかもしれないですからね。まずい。あーでも縦回転にはめちゃくちゃなってる。褒められる縦回転は蹴れるけど蹴れないぞそれで落ちてるから試験。うわ あちょっと横入ってたな。仮面取得者ちげえな。ああちょっとずつ上がってきてんじゃない。これがね、うわー、おお、まあ、本命浮かれて出てきた今の割合だと絶対。おお、めっちゃ縦回転すごっ。君はもうあと超えるだけやね。でもちゃんとどんどん上がってきてるぞ。確かに球が壁が高い。球の位置上がってきてるな。ちゃんと上がってきてるおお、お前すごいな。お前天才だな。ハマって教えられた点意識してねえだろ。してるわい。ハマってだよお前。なんか絶対に感覚で蹴ってるだけだろ。やってないやついた。え？お前縦回転だよ。2回転やな。燃えたじゃんお前。縦回転って紙一重なとこあるって全ジュリ先生が言ってた。全ジュリ FC キャプテンが言ってたから。おーめっちゃ落ちてるやん今の。燃えたと思ってない。めっちゃ燃えました。あー惜しい。めっちゃ惜しい。パワーあるね走り。おい頭いやあ気持ちいい巻きやけど。ちょっと斜めやった。ちょっと。で、お。わっ。いい回転でも。練習はうまくいかない。どうする？俺らさ、三人ともさ、縦回転蹴れるようになったさ。恐怖やね相手は。恐怖やし、なんかもう全員蹴れるってあんまないじゃん。縦回転ずする。ダッサー縦回転チャンネルです。うわー惜しい。惜しいね。うお、めちゃくちゃいい。え、それはさ、ちなみにでもいいね。でも俺多分もう 2m 下
もそも限界が近づいてる、やばい。ほんまに良い子真似したらあかんと思う。え、いい、今立て替えてるんじゃない。うん、立て替えてるか、入れる調整できんの。うおお前めっちゃ落ちてるわ。すごいわ。そろそろ勝負する。縦回転フリーキックだけど、1回だけ普通に蹴れる権利、4回蹴ったらどっかで1回使える権利で、8本蹴縦回転全部蹴ったら2本蹴れる。あ、なるほどね。いくぞ、ゆうた。はい。おお強い腕。めちゃくちゃ弾道はいいけどね。ハイスキーパーだる。落ちすぎやろシュート。お前戦いでなってるの。あいつおらん方がええんちゃう。やっぱ教官がさ、鬼教官すぎてさ、いると引きしちゃうんだよ。後ろ体重。ウィニングショット決めて終わってくれ。よっ、おっし、お前すごいな。あれも寒い。お前でも決めないからまあ止まんなとこあるよ。決め、決めた。俺まだ日本決めてるだろ。ということで、ケイオくんどうでしたか。でもさ、すごくない、うん、割とさ、蹴れるようにはなってきてんの。いや、お互いな、それお前さ、うん、教官のせいやろ、これ。
っちゃ悪いかも。変えよ。俺やろうか。一回やってみる。俺やろうか。でもお前何も意識してないよ。あ生徒地獄やない。見て学べっつって。最初の動画を見てくれたら分かる。いやほんまに。多分俺は大成長ですよ。いやほんまそうや。だってお前もう、うん、だって超えてないしまずそもそも。うん、そうやな。縦なってないし。うん教官にお前もう可能性はない感じないってお前言われてた可能性がないです生徒やらされてたからそんな教官おらんけどねそうだよ我々縦回転図チャンネルはやめよ本面と仮面を受かるようにはい頑張って頑張りましょうご清聴ありがとうございましたありがとうございました。